どうも皆さんおはこんばんちは、アニジャです。アサシンクリードオリジンズ続きをやっていきましょう。まあセルとね、ストーンサークルとちょっとこう写真撮ってましたけど、さあちゃちゃ次はですね、一応なんかメインストーリー進めてもいいんですけど、先にこの治療師っていうサイドクエストをちょっとやっていきたいなと思ってます。もしかしてこの緑のねハードレザーだっけもう集められれば、いろいろまた装備が強化できるんです。どいてくれー、暴走ラクダだ。すいません、本当何も見えてない。マイク、またシワに戻ってきてくれて嬉しいわ。危ない危ない危ない、突然振ります。セルを救ってくれたな、もう会えないと思ってた。ありがとうございます。彼女はとても強いわ。あんたもな。もうバイク、村人の治療をしてるとヘプツェファに聞いた。ぜひ手伝わせてほしい。どうもありがとう。あなたの魂に祝福を。手伝いは大歓迎よ。ソウルブレス。野蛮でね、村人のほとんどが暴力を振るわれ怪我してるわ。なるほど。彼らのために古い神殿跡に命の家を用意したの。あ、それだったのね、さっき言ったのは。運ぶはずが、兵士たちに村へ入るのを妨害されるようになったのよ。だから代わりに船で運ぼうとしたんだけど。それも兵士に止められたか。最後の船は沈められ、薬は湖の底に散らばってしまったのよ。ちょっくら泳ぐミッションやな、これ。ありがとう、バイク。古い神殿に持ってきて。私はもう行かないと。薬は湖のどこかだ。セヌに頼ろう。セヌ？セヌが取ってきてくれたら一番いいんですよね。さて、はい、いなくなった。いや、違う。あははははは。どうやら溺れてしまったようですね。これはなんだ、これは。なんかあるな、これ下に沈んでしまった神殿的なサムシングが、これ絶対あるでしょう。薬瓶、あさる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 、マネーハンター、素晴らしい。川の底は宝しかない。探れ、もっと探るんだ。めちゃくちゃ酸素を持ってるね、この人は。いやー、いいねー、めちゃくちゃマネーあるね。これそろそろ上がらないと死んじゃうやつだね、これ。ダミエが薬を待ってる。そうだ、早く早くお金を拾わないと。マネーハンターモード、猫のアミュレット、この辺にあるはずなんだ。ねえか、宝があるね。素晴らしい。シックルソードレベル7。俺は知ってるぜ。いや、違う違う違う。
レベル7。こんなものかな。いやー、大量大量、魚もゲットできたら面白いな。いやー、すっかりもう潜ってるうちに夕方になってしまったわい。過剰とはいえ忙しいの。ね、あっちの方にあるんだね、命の家。来た。行くぞ、ガーディアン。ガーディアンっていう名前がいい。どこどこ？たくさん兵士連れてるな。さすがにね、何もしなきゃ襲われない。なんとかパズルはどこで置いてあったんだろうな。どうも。あ、すいません。あ、すいません、話すボタン間違え。ひどすぎる。患者たちは一体どこへ消えたんだ。なんてことするんだ。兵士に追い出されたのよ。神殿を使えるよう金を払ってるのに、たびたび来る兵士に薬や食料を奪われるの。なんてやつだ。いつも同じ兵士たちなの。貢ぎ物なんて言うけど、これじゃまるで軍への税だわ。助けを求める人の世話をしたくても物資が足りないわ。萩わしが心配ない。ラビオ、もうこれ以上勝手な真似はさせない。おう、気をつけてバイク。こいつらはレベル2の連中がいるってことかな。オッケーオッケーオッケー。一人ずつ始末してくれる。これだね。暗殺してれば問題ない。この野営地は襲う価値もないね。よし、一人だけ釣れればとりあえず。あれ、ちょっと待って、ちょ、待て、なんでー。木の向こう側だったからか。痛い。
テイクダウン。セヌ。こんなもんか。そっから登ろうか。はいはいはい。難しいね。ヘッドショット。まだいるな。いたいたいた。ふん。オッケー、始末した。奴らが姿を現すことはもうないだろう。一般市民が見てはいけないものを見てしまったね。オーケー、ラビア待たせたな。なぜかガーディアンもやってた。バエク、うまくいった。うまくいったぞ。兵士はもう来ない。自由に神殿を使えるぞ。みんなに代わってお礼を言うわ。ああ、回収した薬を渡すのを忘れるところだった。そうだったわね。私も横のおっさん完全になんかこれスカートめくれちゃったみたいになってるけど、これ報復に気を取られて身を滅ぼしたりしないと約束して。それはできないラビ。やばい。アムンの恵みでいつかは解放されるだろう。クエスト完了。あ、はい、スカート戻したよ。もう腰巻きみたいな。バイクの約束。謎メーターストーンサークルと偶然遭遇したことでバイクの過去の記憶が蘇る。バイクを忘れていた息子との約束を果たすために出発する。エジプトでストーンサークルを探してインタラクトする。多分、うわ、めっちゃ広いけど、この全地域でってことやね、多分。一気にやるには無理でしょう。さあ、そろそろ行こうか。ヘプセファーと会話をしに。多分もうサイドクエスト的なのはさすがないと思われるんですけど、馬小屋、馬小屋。あれか。来た来た来た。行くぞガーディアン。よーし、お張り子に話しかけて、なんか融通してもらえないかな。ファラオの神官メディナムンに逆らえばどうなるか肝に銘じろ。メディナムン死んでっからな。もうオリコ。ああ、なんかすごい。サバンナの略奪者、
最後に飼った動物の皮を剥いで衣装にすることでハンターの腕と矛の両方見せる。これしかねえ。あーペルシア軍の衛兵が使用する標準的な普通に服を変えられるんだね。おお、すげえカリオドだぜ俺は。こんななんか面白い予算で、普通に絶対この本編のプレイとは関係ないところの装備なんだけど面白いねこれ。どうも。あれ、ああちょっと今は話せないみたいな感じ。あとは何かあったかな。馬小屋ぐらいか。行きますか。でも多分あのハテナの町がもう一個あって、そこになんかあると思うんだよね。おいでーラクーダ、ラクーダザガーディアンで、ちょっとそこ行ってみたいんですよね。ハテナマークあるところ、ハテナを残しておくのはね、なんともこう味気が悪い。あれは本当に彼なの？さあ行くぞガーディアン、登れ。近づけば分かるのかな。どうもー、ちょっとひどい集中受けてるよ民が。これなんか、サンゴ岩の野営地、高警戒地域。なるほど。いいね。毎回降りるとき間違って、攻撃ボタン押しちゃう。探る。私に逆らえばどうなるか教えてやろう。敵の援軍がやってくるの。そんなことまで。やばい、これ痛い。はい。あ、ロケーション目標あるね。あ、痛い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 。おりゃ、すんごいなんか無双じゃー、すげえ逃げてる。ビビって、これはなんだ、これはなんなんだ、このモードは。痛い。
たくさんお金ゲットした。よーすごいなー。このモード強っ。イエス。いいね。そこにまだたくさんものがあるね。残りこっちか。綺麗に全てをルートしてやるぜ。イエス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 。おおイエス。Yes, yes, yes. 循環への指令。夢だったのかもしれないが、野営地の北にある天内の丘の上に奇妙な影を見た。周囲が墓に囲まれてるからゾッとしたよ。それが人だったのか、魂から引き出されたある種の神聖な生き物だったのか、あるいは悪霊だったのか、それを確かめる勇気はない。野営地の者も誰一人として行こうとしない。私は1週間の瀕死で彼らを揺さぶってみたが、しかしあれから1ヶ月経っても一向に動く気配がない。勇敢な十回兵よ、君の魂を私に捧げ、情報を手に入れてくれ。アムンが共に歩まんことを。ケオプス。北の丘。チンチン。オッケーオッケー。もう荒らされきったかな。北の丘？なんかあんのかね。宝も回収しちゃったし。よしよしよし。じゃあ行こうか。とんでもないねこの。大丈夫、安心しな。一人は寂しいだろ。け、ラクダもお借りして帰るとしよう。まったく困る。これだから兵士は困る。助けた礼ぐらい言ってほしいもん。暗殺者バイク、かっこハンターですから。ここだね。ヘプテファーの家だね。また間違えた。どうも。大丈夫か？長旅になる。いえ。まだいるか？それがいい。そう、この前多分ここの上に登っておかないと、多分ここにファーストトラベルできなくなっちゃう。すごいなこの塔の形。勝手に何風で音が出るみたいな、そういうやつ。シンクロ。シンクロ完了。ワールドマップ更新。セルの感知範囲が増加。どれどれ。ははーん。あ、じゃあ
ここももしかしたら行ったら感知範囲が増大してすげえことになるのかな。ちょっとそっち行ってみようか。なかなかこうメインクエストを進めない。気になるんだよね。なーに、たった 350m さ、結構高いね。こう登れるのかい？本当に。そりゃ。あっちだったな。あーでもなんか岩棚になんかあるもんな。すごいところに登ってるよねこれ。平然と登ってるけど正直恐ろしいわ。いやで問題のポイントはこの上か。あちゃったね。来たー、もうちょい。それ。着いたー。ここやばいやばい、落っこちたら終わる。この上にしかないなんかこう、ねえ、サムシングがあるみたいな、そういうのはないかな。怖すぎるだろこれお前。シンクロすごいとこ来ちゃった。シンクロ完了、高速移動をアンロック、ワールドマップ更新、探知範囲増大。すんごー、もうこんなん立ってたらやばいって。まあ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 いいんじゃないですかね。次こそはこのシワを出てヘプセバと共にどっか行くっていう感じになると思います。これいいなこれ。すごいね。もう砂漠の凄さがわかる。まあ、今回の一枚みたいな。はい、というわけで今回はここまで。次もお楽しみに。またなー。